ございます。おはようございます。今日は10月、はい、23日火曜日、23日火曜日です。朝はハンドリーピッカーをやってます。ランチでもよく出ますし、ディナータイムもカレーとお供に注文される方がたくさんいらっしゃいます。タンドリーピッカーはタンドリーチキンと同じ部位、鶏もも肉のところの骨を外して一口大にカットしてスパイスに漬け込んだ美味しいチキンです。皮を取ってます。カロリーを気にされる女性の方なんか特にいいと思います。このチキンとサラダよく合いますよ。当店ではタンドリーチキンサラダをやってますし、こちらのサラダ、ご飯と一緒に食べてもいいし、サラダ単体で食べてもいいし、もも肉ですからしっかりカロリーもありますけども、これを炭で焼くので油を落とします。カロリーをカットしながら美味しく旨味を中へ閉じ込めて焼いていきます。こちらのスパイスが花粉症対策の改善のカレーとともに人気になっております。このチキン食べるだけで鼻がスーッと抜けるような感じがします。はい、これは個人の感想ではなくて、いろんな方からいただいたご意見をもとにスパイスをもう一度考え直して美味しく作り直してみました。タンドリーティッカ、ぜひとも食べてみてください。花粉症改善チキン、美味しいと思います。今お待ちしてます。